じゃあ、ラストということで、今日ちょっと松江城の御殿を見られて、大体理解したなというところがあると思うんですが、そうしたら他も見てみたいですね。他のお城も見てみたいんですよね。ということで、最後ちょっと、鳥取城と米子城の話をしたいと思います。で、実は松江城の今御殿の話をしたんですが、正直なところ、どうやって使ったかっていうのを松江城の御殿はわからないんです。今先ほどここに松平さんが座って対面したんだろうとか、人が来て対面したんだろうとかっていうお話をしたんですが、これはただ間取りを見た中でこうやって使ったんだろうなという、推測なわけなんですね。本当にどうやって使ったのかって調べようと思うと、例えば松平さんが今日朝、書院で起きたと。で、トイレに行って顔洗って、居間で宿題して、人が来たから書院で出会いましたと。3時になったらおやつを食べに食堂に行きましたというような日記があれば、それは御殿をどうやって使ったんかっていうのが見えてくるんですが、なかなかそんな、事細かに書いた松平さんはいらっしゃらなくてですね、堀尾さんもいらっしゃらなくて、あんまりその御殿がどうやって使ったかっていうのはわからないんですよね、正直なところ。で、やっぱり他の御殿も見てみないとよくわからんというところで、僕の推測ではないよということで、他の御殿もちょっと見てもらえたらなというところで、最後二つの御殿を見てもらえたらと思います。で、先に申しますと、鳥取城の御殿は、めっちゃ細かく書いてあって、部屋の名称がものすごく細かく書いてあるんです。なので、こういう使い方をしたんだろうなっていうのがよくわかる御殿が鳥取城ですね。松江城の御殿、先ほど窓で見てもらったんですが、一の間のとか二の間とか、部屋とか何畳とかしか書いてなくて、何の部屋かいまいちよくわからないんですよね。何に使ったのかいまいちよくわからない部屋なんですけども、鳥取城の御殿は、一部屋一部屋に、ものすごく細かく部屋名が書いてありますので、おそらくこうやって使ったんだろうなっていうのがわかる御殿ということで、鳥取城を出しました。で、米子城の御殿はですね、鳥取城の預かりになりますので、別荘みたいな、小さい御殿なんです。先に結論を申しますと。なので、小さい御殿っていうのはどういうものかなっていうのを米子城で見てもらえたらということで、この二つを、ちょっと取り上げますね。で、まず、鳥取城なんですが、歴史は置いておきまして、二の丸御殿と三の丸御殿があるんですが、二の丸御殿は一回焼けてしまいまして、幕末に復元しました、再建しましたよっていうことだけ、ざっと知っといてください。鳥取城に行かれた方があるかもしれませんが、山のてっぺんに本丸があって、ここで生活することはもうほぼほぼ不可能ですから、山のふもとに二の丸御殿と三の丸御殿がありました。で、鳥取城に関してはですね、ものすごい資料がありました。ごめんなさい。まず三の丸御殿ですね。三の丸御殿、今、鳥取、北港だったかな、南港だったかな、西港だったかな、が、立っているところが、三の丸御殿があったところですね。ここに御殿っていう建物が、御殿っていう建物があったことが想像できるかと思います。で、これがちょうどこのまま御殿という感じで立っていたのがこの建物ですね。で、鳥取城に関してはですね、鳥取県立博物館に膨大な資料がたくさんありまして、御殿の資料だけで20点ぐらい平面図があるんですね。それのうちの一部をちょっとこう引っ張り出してきてみたわけですが、これが三の丸御殿です。今日の講演を聞いて、大体この御殿の絵図を見たら、ワクワクするようになってもらったらいいなと思うんですけども、これをパッと見て、ああ、ここがこれの部屋か、これの部屋か、こここうやって使うんかっていうのが、こう見えてくるようになったら、皆さんに単位を差し上げたいなと思うわけなんですけども、これをパッと見て、これがここの部屋か、これの部屋かって、なんとなく想像がつくようになりましたかね。簡単に言うと、玄関ホール、大中小会議場と生活の場所があればいいということで、なんかここに先ほどの門があって、門が入っていくわけですが、ここから先、何がどうなるでしょうか。
ていうのを見るとですね、ざっとこうやって書いたものがこれですね。で、お手元に印刷したものがあるかと思いますので、黄色と赤で塗られたものがあるかと思います。鳥取城の方はご丁寧にですね、黄色の方は政治の場所、まあ、いわゆる表と呼ばれる場所ですね。政治の場所。赤い方は生活の場所ということで、わざわざこんな分けた絵図を残してくれてるわけですね。だからこっちが公の場所、公的の場所ですね。こっちが、県知事の家なわけですね。ということで、ざっと見ると、これを見て、だいぶ見えるようになりましたか？見えるようになりましたか？まず、式台を探さんといかんですね。式台という言葉を探さんといかんので、ここに式台と書いてありますので、あ、ここから入り、ここが入り口なんだっていうのがわかりますかね。いいですかね。ごめんなさい。画面が小さいし、印刷したのも小さいんで、まこと申し訳ないんですが、ここが入り口なんだっていうのが気づきましたかね。いいですかね。で、ちょっと鳥取城さん、この L 字型になってます。L 字型になって、ここに部屋がいくつかありますので、ここが、支度室ですね。式台と呼ばれる、ここで支度をして、じゃあ、大会議室はどこになるでしょうか。大会議室はどこですかね。ここですね。ここですね。ここが大会議室になりますね。かなり広いですよね。で、一番てっぺん、大会議室の一番てっぺんというか、一番の上座はどこですかね。上段の間はどこになりますかね。ここですかね。御書院と書いてある、ここが大会議室になりますね。見えてきましたかね。だんだんこういうのが見えてきましたかね。そうすると、ここへ2の間、3の間、4の間と書いてありますから、ここが連なって、L 字型じゃなくて、鳥取城の場合、直列ですね。直列でこう、2の間、3の間、4の間、4の間とこう、続いていくような、こんな直列な会議室が作られていますね。いいですかね。で、じゃあ、食堂はどこかなというと、この辺に食、お台所と書いてありますね。いろりの間がここにありますから、まあ、この辺がこう、食堂だったっぽいですね。いいですね。で、よいしょ。で、ここが大会議室、中会議室、小会議室みたいな形でこう、並んでるようなイメージがわかりますか？いいですかね。ここに寝所と書いてありますね。ここが寝所とお次なので、この辺が生活の場所だったんでしょうね。鳥取藩の池田さんの生活の場所だったんでしょうね。で、あと、今度左側に来ると、今度は奥さんの部屋があるわけですね。奥さんのための部屋があって、これ見てるとずっと、1時間でも見てられるんですけど、お茶室があったりとかですね。ここが奥さんの寝室ですね。奥さんの寝室と旦那さんの藩主の寝室がここにあって、それをつなぐのがこのお鈴廊下っていうのが書いてありますね。江戸城で言うと、大奥に入るときに、チャランチャランって鳴らすのを時代劇でご覧になられたかもしれませんけども、殿がこっちへ入ってくるときに鈴をこうやって来たよって鳴らすところがこのお鈴廊下ですね。で、ここが寝所が、奥さんの寝所があるわけですね。で、奥さんのための対面の場所はここにあって、さらに下に降りていくと、この辺に奥さんのための仕事、働く人の部屋があったり、あと、ここの辺が、女中さんたちですね。女中さんたちのアパートがここに、左下にありますね。ワンルームアパート、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 ワンルームアパートというか、5人ぐらいここにワンルームアパートが並んでいて、風呂トイレついてる人と、共同の風呂とトイレの人が、左3人はそうみたいですね。というようなことが読み取れとれしますかね。これじーっと見てると、なんぼでも見てられるんですけども。で、この人たちが多分ここの台所で働く人たちがここで、寝泊まりしてたんだろうなっていうのが見て取れたりとかですね。あと、
この鳥取城で面白いとこはですね、ここに、お稽古場？ここに寝るところがあって、仕事部屋というか、対面の場所があって、そこにお稽古場というのがこう出ています。で、ここを扉開けると、なんかこっち側に、射的の場所がここにあるっていうことで、これ何するところかなっていうと、多分ここの扉を開けて、弓を打って、バシュッとここへ当たるような、弓の練習場がここに描かれているのが読み取れますかね。こんな、まあ自分の部屋に、自分の家の近くに体育館があるみたいな感じで、武道場があるみたいな形で、こんなところがあったりしたというところで、あ、面白い。この絵図ずっと見てると本当に楽しいんですよね。いろんな部屋が描いてあってですね。こんな生活の場所があるんだなっていうのが見えると思います。で、もしこれ弓打つのを外れるとですね、奥さんのが使う茶室のところにバシュッと当たっちゃうとか、なんか、なかなか危ない弓打ち場だなと思うようなところがこうあったりとかですね、します。で、さらに、ごめんなさい、こっちか。この御殿の右側には馬場ですね。馬場というところがあって、ここで馬を練習するような、馬を乗るために練習するようなところがあったりとか、あ、三の丸御殿こんな感じで、しっかりいろいろあるんだなっていうのが見て取れます。で、その他ちょっとずっと大きくするとですね、この辺に仕事をす、市役所で働く仕事をする人たちの部屋がずっとあって、でですね、筆算詰めどころ、まあ多分お金の換算をする人でしょうね、老中の部屋があったり、お作事、今でいう建築家ですね、建築家があったりとか、道具どころとか、お作事の物入れ、まあ、道具入れとか、お籠を入れとくところとか、あと、掃除をする人がここにいたりとかですね。まあ、なんかいろいろこう、市役所の仕事場があったりするので、まあ、これをずっと見てると、あ、三の丸御殿っていうのフルセットでこう揃ってるんだなっていうのが見て取れるのがこの三の丸御殿です。いいですかね。続いて、合わせて二の丸御殿も見てみましょうかね。このまま合わせて二の丸御殿も見てみると、三の丸御殿のこの小さい版なんですけども、江戸から奥さんが帰ってくるということで、新しくちょっと二の丸御殿を作り直したのが、この幕末の二の丸御殿です。で、これも確か、これ見ると、もうわかりますかね。どこが何で、どこが何で、どこが何っていうのが想像つきますかね。入り口ここです。入り口ここです。入り口がここなんで、何がどこにあるでしょうかっていうのがこう、皆さんがこう、今日の最後のテストですね。これを見て、どこに何があるかっていうのが見てもらえると、この二の丸御殿がわかりやすいかと思います。で、黄色の部分が政治をする場所です。で、青い部分が、藩主というか、この二の丸御殿を与えてもらった人が生活する場所です。まあ、実際には隠居場所になるわけですけども、まあ、隠居した、旦那さんが生活する場所です。で、赤い部分が、ご婦人が生活する場所ですね。なので、対面の場所と、主人が生活場所と、奥さんの生活する場所と分かれてるわけですね。ご丁寧に分かれています。で、まず対面の場所ですが、大雑把に行くと、ここが式台ですね。ここが、身支度を整える場所。で、大広間がここですね。大広間がここです。左下です。で、上の場所に、台所があります。後でちょっと拡大しますね。で、旦那さんの生活する寝る場所がここと、生活する場所がここですね。で、あと奥さんの生活する場所がここです。ちょっと大きくして見てみますね。で、式台の場所です。鳥取城はなんかこう、L 字型にするのが流行ってるみたいですね。L 字型にこう、式台の場所があって、で、それの上にこの台所があります。で、これもなんか部屋の名前が細かいんですよね。で、この台所の松江城の台所はそんなに細かく書いてないんですけども、例えば料理頭、
コック長がいる部屋と、お菓子を作る人と、飯を炊く人と、日本料理長みたいですね。焼き方と煮方があったりとか、あと、八百屋、まあ、おそらく野菜を置いとく場所があったりとかですね。お膳をする場所とか、調理をする場所と、で、配膳をする場所があったりとかということが、細かく細かく書いてあって、おそらく松江城の台所もこんな感じで、部屋しか書いてないんですが、煮方、焼き方、飯型が、こう、入ってた。で、コック長がいる部屋とかっていうことが書いてあるんだと思いますね。で、式台入ってすぐのところへ行くと、まあ、いわゆる守衛さんのいる部屋ですから、道具預かりの場所とか、行灯を置いとく場所とか、医師もいるわけですね。で、鍵を預かってる部屋がどっかありました。鍵預かりっていう場所もありました。あれどこだったかな。鍵を預かってる場所とかもありますね。で、それからちょっとだーっと見ていくと、右下のここですね。右下に行くと、右筆部屋、秘書さんがいる部屋があったり、筆算する場所、計算する場所があったりとかですね。帳簿を打つところがあったりとかいう、こういう仕事部屋があるのがわかるかと思いますし、大広間、ここですね。大広間は直列の大広間がありますね。で、次、旦那さんが生活する場所を見ると、まあ、寝る場所と、働く場所とこういうふうにあるわけなんですが、やっぱりここにお稽古場所というのがあって、ここに弓を打つとこっち側で、場所って当たる場所があるということで、ここにおけ、鳥藩の池田さんはやっぱり稽古を頑張ってたんでしょうね。必ず御殿にお稽古場がついてるっていうのが面白いところです。松江城にはないんですね。っていうものがあったりします。それから、旦那さんの寝るところから、奥さんの部屋に行くところにはやっぱりおすず廊下というのがあって、おすず口というのが書いてあって、ここで多分チリンチリンと鳴らすんでしょうね。旦那さんが来たよっていうことで、鈴を鳴らすところがあって、で、これが奥さんの家ですね。寝る場所がここにあるのと、経部屋、物を置く。宝石類を置くようなところでしょうかね。宝石類を置く場所があった、あるのと、衣装部屋があるのと、お大師という奥さんが大事にしている、花嫁道具みたいなものを置いとく場所とかですね。どっか化粧の間というのもどっかにあるはずですね。化粧の間がどっかにあるはずですね。あれ、化粧部屋がどこだったかな。どっかに化粧部屋があるはずですね。で、あと奥さんのと、御殿のための台所があるのと、奥さんの対面をする場所がここにあったりとかですね。なかなかフルセットでこう揃っているということで、まあこんな図面を見ると、なんか楽しいですよね。こんなものを見ていると、こう、わかるかなというところがあるのが二の丸御殿です。まあ、時間がないので細かいところはなしにしますが、こんな感じで御殿を見ると、なんかこう、人の生活が見えてきますよね。で、特に他のお城とこう見比べてみると、あ、こっちの池田さんと松平さんはこんな違いがあるんだっていうのが見て取れるかなと。池田さんはこう、お稽古場が必ず御殿についてるんで、こう武芸に達した人なのかなとか、松江城の場合は茶室を多く作っているんで、やっぱり不昧子さんは、お茶をやってるんだなとか、こう御殿を見る、人の家をこう見ると、人の生活が見えてくるのと一緒で、御殿を見ると、こんな人の生活がわかるかと思います。ごめんなさい、ラストちょっとだけ5分だけですね。米子城の話をするとですね、米子城の御殿も見るとですね、こんな感じの御殿が見えてきます。で、先に結論だけ言うと、米子城は誰も最後、江戸時代、生活をしなくなりました。鳥取藩預かりになって、荒尾さんが、3年に1回、3年ぐらいに1回、米子を見に来るだけになってしまったんですね。たまに米子に来て、米子城の二の丸御殿に泊まって、あ、米子 OK っていう感じで、帰っていくという感じで、米子城を別荘に使ってただけになりました。米子城には城主がいなくなりましたので、御殿がかなり簡略化した御殿になってます。全然奥さんが生活する場所がないですし、仕事をする場所がないですし、
寝る場所とちょろっとした人と会うだけの大会議室がえらい小さいというようなところが見えたりして、まあ、こういうえらいちっちゃい御殿だなっていうのが米子城の御殿なんです。ということで、まあ、こう御殿を見ると、私はあまり歴史を追う人間じゃないので、歴史を追うために御殿を見ると、あ、こういう御殿から歴史をこう、紐解くというところを見ると、あ、やっぱり米子城って小さいんだと、鳥取城の人がたまたま来て、別荘に使ってたんだということが米子城の御殿を見ると分かるというようなことです。ちなみに米子城では今こう CG を作ったりして、これがバーチャルで見えるようになってますので、また米子城に行くことがありましたら見てください。1時間半ほどなんで、詳しくは話せませんでしたが、他のお城の御殿なんかの資料もありますので、玄関ホールと大ホール、中ホール、小会議場と、あと生活する場所と、こう、住宅の建物、御殿の建物を見ながら、あ、ここのお城はこんな感じなんかっていうことを見ながら、お城を楽しんでもらえたらなと思っています。時間、ざーっと話してしまいました。じゃあ、時間になりましたので、私の方から、拙い、遠隔の話で、拙い話で、聞きづらかったかもしれませんが、これでお話を終えたいと思います。今度、お城をどこか見に行かれるときに、御殿は大体すり抜けてしまうんですけども、ここに御殿がありましたっていう、絵図とともに、大体看板が貼ってあると思いますんで、まあ、その看板を見て、素通りせずに、あ、ここが入り口で、ここに会議室があって、ここで生活してたんだっていうのぐらいを、こう、パッと見てもらえると、お城というのがもう少し面白く、人間味のある建物として、見えてくるんじゃないかなと思います。松江城の天守入っても全然人の生活はわかりませんからね。何にもこう、人が生きてた形跡がないんですけども、御殿を見ると、あ、藩主が生きてたんだっていうのが見えてくるかと思いますので、まあ、一つのお城の楽しみと方として、参考にしていただければと思います。じゃあ、以上ありがとうございました。司会の方にお返ししたいと思います。先生、花澤先生、ありがとうございました。お城というと、都画天守の方に目が向きがちなんですけれども、政治と居住の空間として、お城に御殿があったということについて、現在の県庁だったり市役所、そういったものになぞらえた形で分かりやすく説明をしていただきました。実は松江城の方はですね、建物としての御殿はありませんけれども、二の丸を上がっていただきますとですね、公文閣が立っている1個下の段ですけれども、御殿の建物の外側の輪郭がですね、平面表示してございます。これから、桜の季節を迎えて、また3月26日からお正月もありますので、ぜひお花見などでお城上がられた時にですね、日の丸の方にも立ち寄っていただいて、今日お話のあった御殿のイメージを、していただければというふうに思います。それから、ご紹介ですけれども、今日金沢先生にお話しいただきました三の丸御殿の普遍的考察というのは、この松江城研究3という冊子で細かく書いていただいておりますし、この3月に、まだ書店の方では並んでないかもしれませんけど、今度、最新号、松江城研究4というのが出ますが、こちらの方には二の丸御殿のことについて書いていただいておりますので、興味の、もっともっと知りたいという方は、ぜひ書店の方に来て、本の方を手に取っていただければというふうに思っております。それでは再度、金沢先生にですね、大きな拍手でお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。